アロハ PJ です。ハワイでイベントプロデュースとメディアのコーディネートをしております。早くハワイ行きたいなって思ってる人多いと思います。今年こそって考えているハワイ上級者さんや結婚やハネムーンで行く予定のカップルの皆さん、どんなお店に行くかいろいろ情報探しをしていると思います。通い慣れたお気に入りのレストランに行くのもありですし、新しいところにチャレンジするっていうのも楽しいですよね。美味しいご飯とお酒を飲みつつ、ハワイの食と雰囲気、音を楽しむっていうのも楽しいと思っております。美味しいお酒のあるところに美味しい料理があると僕は思っていまして、そもそもメニューってフードメニューとドリンクメニューって別になってるじゃないですか。ということはレストランの場合ドリンクを楽しめてないってことは、そのレストランの半分しか楽しんでないよってあるフーディーに言われて、なるほどなって昔思いました。普段はたまにしか飲まない人もハワイに来たらちょっとリラックスって感じで楽しむ人も多いと思います。ちなみにハワイ好きの皆さんが思っている〇〇のお酒、ハワイって名前書いてあるけど実はそれハワイ産じゃないよっていうのも紛れてるってどのくらいの人知ってるのかなと思っておりまして、今回ちょっと大人っぽい上級者向きのテーマですが、今後ハワイのレストランを紹介する上で僕が大事だと思っているお酒をベースにハワイの一段上の楽しみ方を紹介します。テイスティングができたり、お気に入りやフラット入ったレストランでも、あ、ここのお酒置いてるんだ、頼んでみよっかみたいな楽しみ方が倍になるような観光スポットとしてもデートでも超楽しい、ハワイリピーターも必見のハワイで作られている地酒醸造所9000、円安やインフレでも気軽に楽しめるコスパ最強の穴場も含めてご紹介します。全部そこ知ってるよっていう人、多分相当なハワイマニアか結構なのんべえさんだと思ってます。結構気の利いたお土産にもなると思っておりますので、お酒はそんなでもっていう人にもお土産の参考になると思っております。今後他のチャンネルでは教えてくれない超ディープなところ、最新のおすすめスポット含めて最高の紹介をしたいと思っていまして、ぜひチャンネル登録して今後のハワイがもっと楽しみに変わる、そんな参考になれば幸いです。触りが長くなっちゃいましたが一つ目です。カイルワタウンにあるラニカイブリューイングと呼ばれるビールのバーで、すぐ近くのカイルワの工場で作られています。ボストン出身のオーナーのスティーブさんはもともとハワイで海の守り神とか神の使いとされてきた海神の研究や、カイルワでの海のアクティビティショップの経営を得て2017年にオープンしたビールが飲めるショップでして、店内の雰囲気もロコ感があっていい感じなので、とにかくおすすめです。営業時間は無休で12時から夜10時、土日のみ11時からでして、観光で行かれる場合朝から昼間パンケーキとか食べてビーチ、トレッキング、ショッピングを楽しんで、早めの午後に軽くビール行こうよみたいな、 B さん短パンでも OK なので開放的で気軽な楽しみ方がいいと思っております。お酒飲めない人やカクテルならっていう女性と一緒の場合でも軽めのカクテルや紅茶、地元のフルーツを使ったジュースもありますし、男性が飲まれる方の場合そういう女性でも一緒に楽しめるようにしてあげてほしいなと思います。 110cc の小さい量で1杯3ドルちょっとぐらいから、3ドル25ですね。定番、最新、人気、変わり種を含めてテイスティングできまして、あーこれいいねとかワイワイしながらお気に入りを見つけたりするのって楽しくないですか。個人的にはビールとハワイの香水にもよく使われるほんのりピカケの香りがする木 IPA と、ハワイで唯一のハワイ島で採れる超希少なバニラを使ったピルボックスポーターがおすすめですし、いつも人気の上位ランキングになってますね。こちらのオーナーのスティーブさん、実は超熱心な研究家でして、微生物の研究勉強もされていまして、ハワイ島の火山地帯や農園、ビーチ、NASA 開発の酵母も採用したりしてるんですね。ビールの味の決め手って、ホップももちろん大事ですが、水って超大事でして、スティーブさん曰く、ハワイの水はめちゃくちゃいいとのことで、ぜひそんな水で作られた自慢のカイルワのビールを楽しんでみてほしいと思っております。そもそも、ハワイの自然の素材などに注目して、そこからインスピレーションを受けて作る、そんなハワイの味が溶け込んだビールを味わいつつ、ショップすぐ横の出来たてのピザと一緒にいただくのが、このスタイルかなと思っております。夜は地元カイルワタウンのロコが結構集まるので、ロコに混じってコミュニティ感を楽しむみたいな、そういうディープな雰囲気が好きな人は夜も行ってみてください。結構いい感じです。 SDGs が盛り上がっている昨今、今後ハワイ島にも醸造所を作る予定でして、廃棄ロスやエコに配慮した世界一自然の循環、セルフサスティナブルなビールブランドを目指すと、ビールを片手に夢を語る感じ、かっこいいですよね。仕事も超忙しいオーナーさんですが、
アイランドライフといいますか、家族とカイルワでの時間を大事にする島のライフスタイルも僕は独身ながらすごくいいなと思っていますし、そういう人柄を知ってお酒をたしなむのってちょっと大人の喜び感が、ストーリー感があると思っております。2つ目はマノアハニー&ミードです。熊のボトルに入ったハニーをお土産でもらったり見たことあるっていう人も多いと思います。ワイキキからノースショアに行く途中のワヒワのファクトリーの横にショップ兼テイスティングルームがあります。別の動画でノース写真映えで紹介したロイヤルパームドライブの超近くです。蜂蜜はファーマーズマーケットやワイキキの ABC とかハワイのスーパーでも買えますね。ただですね、ここを紹介するのは蜂蜜酒ミードを紹介しようと思ったからなんです。ハニーは島の西側のワイヤナイで育てられてて、こちらの工場で精製瓶詰めをしておりまして、横のこちらの場所でミードのテイスティングと蜂蜜のお土産の購入ができます。多分蜂蜜のお酒は相当甘いんだろうなって思ってる人多いですよね。でも実は超スッキリしていて上品な感じでして、食前酒とかデザートワインとかの使い方がいいと思ったりしています。個人的には持ち帰ってちょっと冷やしてホテルのラナイとかでサンセットとか眺めつつ、ドラゴンフルーツとかマンゴーのいい香りがするピンクのパンチフォーっていうミードをファーマーズマーケットとかでゲットしたハワイの新鮮なカットフルーツとかオリーブなんかと合わせたりするのがいいかなと思っております。あとピザとかをテイクアウトして蜂蜜とかかけて食べたらきっと美味しいはずだと思っております。皆さんはピザに蜂蜜ってやったことある人どれくらいいますかね。これ結構しょっぱ甘いんでハマる人も多いと思うんです。蜂蜜だけなら週7日こちらで買えまして、テイスティングの方は現在金曜と土曜やっておりますが、ウェブで予約もできまして今後増えるかもっていうことなんで概要欄チェックしてみてください。4種類で12ドル、6種類で17ドルでテイスティングができます。60ドル以上購入すると無料になります。ところでミツバチって巣箱から 1.5 から3キロくらいの範囲が行動範囲でして、周りの花、例えばアボカドとかハイビスカスとか周囲の花の状況によって蜜の色味や味が変わるんですね。なので養蜂家の皆さんたちは蜂の巣箱を置く場所を慎重に見極めますし、それによって蜜の仕上がりに差が出るので結構気を使います。ちなみに世界的に蜂が減っているようですが、ここは蜂さんたちの健康に相当気を使っているので超健康元気とのことです。巣箱のあるワイヤナエって結構昼間ピーカンで暑くなりやすいのですが、その暑い中で宇宙服みたいな防護服っていうのかな、そういうの着て、こちらオーナーのユキさんとかも見えないところですごい努力がありますし、甘い蜂蜜の裏には並々ならぬ努力と思いがあると言いますか、スーパーじゃそういうのって伝わらないですよね。相当な歴史のあるミードですが、まだハワイのドリンクとして発展しきってないですし、ワインやビールが食を育ててきたように、これからミードに合うハワイっぽいメニューが増えたらいいなと思っております。蜂への情熱とか作り方とか聞きながらミードを楽しんだりお土産を買ったりするのってスーパーとかだと絶対できない体験なので、この隠れ家的な穴場のお土産&テイスティングルームノースショアに行くときにぜひ立ち寄ってみてほしいなと思っております。3つ目です。コハナディスティラリーというラム酒を作っているところです。クニアと呼ばれるワイキキから車で40分くらいの超ローカルエリアにショップがありまして、広いショップではお土産やお酒のテイスティング購入ができます。ラムってちょっとカラメルっぽいあの甘いお酒ねって思っていませんか。ここのは全然そういうのとは違いまして、ちょっと大人な感じでキリッとした深みのあるラムが特徴だと思っております。ラム酒ってサトウキビの搾りかすを発酵を蒸留させたお酒でして、カリブとかプエルトリコとかのお酒のイメージを持っている人多いと思います。昔サトウキビの一大産地だったハワイのラムもおすすめです。ショップではお土産やボトルのラム、オリジナルのグラスのほか、お土産などを買うこともできまして、お土産探しにもおすすめです。お酒飲まれる方はツアーとテイスティングができます。ツアーは深い感じで結構勉強になりまして、25ドルでサトウキビや醸造のプロセスを見た後、テイスティングができます。オリジナルのグラスもついてきますね。予約なしで行けるテイスティングのみもやっていますね。10ドルでテイスティング、ボトルで買ったお客さんには10ドルがバックされるので、ボトルを買った場合は実質無料でお得です。すごく感じのいい日本語のスタッフさんもいて、丁寧な説明やツアーもしてくれます。日本語で説明をお願いしたい場合は、ツアーもテイスティングも時間などを事前にチェックした方がいいかなと思っております。連絡先は概要欄に貼っておきますね。こちらでは全部で34種類ものサトウキビを育てて、
畑を作っていまして、もともとはサトウキビのプランテーション、大規模農園産業で、ハワイがまだアメリカの州の一つになった1959年に建てられた床屋やショップ、郵便局、レストランなどが入ったゼネラルストアの跡地を工場兼ショップにしております。歴史的建造物認定のちょっとノスタルジックなロケーションだと思っております。ショップは2015年オープンでして、もともとはオーナーさんがハワイでサトウキビを使ったエネルギー開発をやろうとしていて、調べていくうちにあれ結構種類があるんじゃね、じゃあラム作ろうよっていうことでラム作りになったユニークで楽しい歴史があります。こちらアグリコールと呼ばれるピュアなサトウキビジュースのみを最大に活用した、世界のラム酒の中で 2% にも満たない糖蜜を混ぜたりしない 100% サトウキビジュースを使ったお酒は、キビの味と香りがストレートに感じられるサトウキビを堪能というかハワイの味がするって思っております。種類とかあんまり説明しすぎるとツアーとかテイスティングの楽しみがなくなっちゃう気がしてて、こういうのって現地で楽しんだり新しい発見とか体験してほしいなと思っているので触りだけ説明しますね。ラムっていろんな色があるのですが、シンプルにサトウキビの香りを楽しめるコールド、ワインと同じ多くの樽で寝かせたエイジドラム以外にも、地元のカカオ、マカダミアナッツの花で育った蜂蜜が入ったリキュールのココレカなどが楽しめます。女性にもおすすめですね。さらにはハワイの固有種で超希少高級な木コアウッドで作られた超高級樽で寝かせたコアもおすすめでして、コアとか食べたことないんですけど、ハワイ好きの方はコアの木がこんな味がするのかなってなるでしょうし、気の利いたお土産にもおすすめだと思っております。ちなみにコアの木を語る人たちは結構なハワイ上級者だと思っております。4つ目はオエノワインメイキングです。オエノはギリシャ神話に出てくる全てのものを酒に変える力を持った伝説の女神の名前でして、ワイン好きの方には夢のある名前じゃないかなと思っております。営業時間は水曜から日曜で11時から夜8時、木曜のみ10時オープンとなっております。こちらは2012年からカエルワでやっておりまして、 B3 で楽しめるハワイらしいワイン酒造所となっております。コーオーナーのマーシャルさんはもともと音楽とホテルマネジメントを学んだ後、30年ぐらいラスベガスで高級食材の卸でベガスとホテルとかに高級食材を卸していたんですね。そんなマーシャルさんはめちゃくちゃハワイとワインが好きで、絶対いつかはハワイに住むって前から決意してて、ならハワイでワインメーカーやっちゃおうみたいな感じで始めたので、陽気な音楽が流れる店内で人を喜ばせたいって感じ、もてなし感がひしひしと伝わる酒造所直売所兼ワインバーになっております。ちなみにアメリカのワインといえばカリフォルニアでしょって思ってる人多いと思いますが、そんなワイナリーの中でベスト8も取っている実力派でもあります。皆さんハワイでワインってそもそもあんまりイメージないし、さらにワインって B3 とか短パンとかで楽しむ飲み物じゃないって思ってる人多いですよね。こちらはコンセプトが気取らないワインの楽しみ方を提案していて、短パン、タンクトップ、B3 でワイン、ハワイでの時間とそして人生楽しんじゃったよっていうね、楽しい感じがするところでして、そもそも本人も B3 で接客って感じのラフ感がロコっぽい感じだと思っております。ワインの元となる発酵前の原料はスペイン、フランス、イタリア、オーストラリア、アメリカなど全世界の10万以上のワイン農園から厳選して仕入れておりまして、ここハワイの工場で精製、酵母を添加してガラスのボトルで、ワインにもよりますが30から45日程度寝かせます。世界中のワインを楽しむことができます。ブドウのクオリティはもちろんですが、肯定的にコスパがいいのが特徴で、赤、白、ロゼのほかシャルドネと地元ワインのパイナップル、キウイを合わせたカクテルワインもあります。1本29から38ドル程度で結構クオリティの高いワインが手に入ります。こちらの工場で精製されたワインの原液に酵母を加えて大きなガラスの樽で寝かせまして、赤の場合はこのオークなどの樽の材料と同じチップを入れて赤ワインに香りを移します。ボジョレ・ヌーボーと同じ工程で発酵する際のガスも活かして早く醸造できるので、短期間でもしっかりとした味になっておりますし、コスパ高いながら本格的なワインができます。でハワイの気候は暖かくて適度な潮風なので、醸造の過程で超祝いになるそうです。工程的にほぼ保存料を使う必要がないので悪酔いとかしないですし、ワイン好きな人も納得のクオリティだと思っております。カスタムワインもできまして、525ドルから625ドルで自分だけのワインをこの大きなガラス樽で作れます。
丸々さんのブドウでこんな樽でこんな味のワインみたいなオーダーメイドが可能です。素材を調達してワインができるのが4から6週間ちょっとかかるので、できたワインをハワイで飲みたい場合は時間を逆算してウェブとかで注文してください。まだ日本のマーケットはこれからなのでオーダーメイドお手伝いいたします。全部でボトル30本くらいになりまして、ワインは全部ボトルに詰めてくれますし、送料プラス日本にも送ってくれます。オリジナルのラベルもデザインを送るとプリントと貼り付けをしておいてくれるので、記念日とか、あと自分は全く予定ないですが結婚の記念ボトルとか、あとは企業の団体の周年ツアーとかもおすすめですね。こちら会員制もありまして、年400ドルの会員になりますと、日本の場合は年2回合計12本のアーティザンと呼ばれるシリーズのプレミアワインも含めたいろんなワインの新作ボトルを送料代プラスで送ってくれますし、ショップでのテイスティングも無料でできたりしまして、ハワイとワイン好きにおすすめのカイルワタウンのワイン醸造所の会員になります。僕はワインが超好きなんですけど、どうしてもうんちきが増えがちになってしまいますね。こちらショップで楽しむ場合ですが、その時のワインボトルで買っても OK ですし、1杯12ドルくらいからで並々と入ってくるワインをテイスティングしてお気に入りを見つけるのも楽しいと思っております。金曜の夜はローカルアーティストのライブもやっております。フードは簡単なチーズやパンもあるのですが、 BYOF という外のフード持ってきていいよっていうシステムなので、僕がもしデートとか友達とかと一緒に楽しむ場合、カイルワタウンのローカルレストランとかデリとかで気になってた料理を買ってテイクアウトしてここでワインを楽しむみたいな、欲張りコスパ良し円安でも一粒で 2,3 度美味しいって感じで楽しめると思っております。ここのワインと相性がいいと思っているカイルワタウンのレストラン概要欄に添付しておきますので参考になれば幸いです。5選目です。今度は日本酒でして、アイランダーサケブルワリーさんです。ここは割と新しいですね。創業は2018年で、もともとはカカアコで酒造をしておりまして、2020年の2月本当コロナの直前にオープンしたダウンタウンでアイランダー酒さんの酒と本格的な江戸前寿司を一緒に楽しめるハナレというレストランになっております。前はカカアコに酒造所があったのですが、一旦酒造の方はクローズ、2022年春現在は残りが少なくなっている貴重なボトルをこちらのレストランに持ち込んで、ウニとか和牛のたたき、ヒラメとか日本からの空輸で美味しいお寿司と一緒に楽しめますね。お酒を出す許可がまだ降りてないので、こちらは持ち込みという形になっておりまして、まずこちら前日までに予約して、カカアコワインというお酒のショップにウェブでオーダーすると、当日レストランに届けておいてくれて冷やしておいてくれます。日曜が定休で夜の営業のみとなっておりまして、夕方の5時半と7時のスロットに合わせて予約が取れます。オーナーの千秋さんはもともと日本で拒食症の研究をしていた方で、実験とかでネズミにストレスを与えて症状や脳にどういう影響があるのかみたいな研究をしていくうちに、ご自身も相当ストレスを感じていたんですね。そんな時人が集まるところでのお酒と会話に癒されたりストレスを発散できたんです。その後2011年山梨の大学のワイン発酵センターというところに研究者として転職、その後地元山梨のブドウ農家さんたちにワインの作り方をコンサル、酒造りの経験と知識を生かして大好きなハワイでお酒造りをということでハワイに移住してこちらのブランドを立ち上げました。ハワイのお水トークでめちゃくちゃ盛り上がったのですが、ハワイの水は柔らかいことと25から30年周期で水が循環することで柔らかい女性的なお酒になるそうです。おすすめは、僕はちょっとバラっぽいなって感じたんですけど、フルーティーな入り口ながらピリッとした辛めの純米吟醸、北しずくは日本の厳選されたお米を使っておりおすすめですし、女性でも楽しめる上質なお酒だと思っております。ところでハワイのダウンタウンってちょっと危ないところって思ってる人多いですよね。そういう人は人生はないか、ハワイ旅行での旅先の魅力をだいぶ逃しちゃってるなと思ったりします。お客さんの層はむちゃくちゃよくって、しかもローカルに人気のレストランが多くって、こういうところを楽しめないのって残念だなって思いますね。僕はワイキキの観光館に疲れたりするとローカルだらけの隠れ家的なお店に行くことが多いのですが、ハワイリピーターさんは次回ぜひこういった地元感のある良さを味わってもらいたいなと思っております。入り口のこちら中国っぽいドアですが、チャイナタウンのカルチャーと日本の混じきり的なイメージで、こっから先は日本ですよみたいな感じでディスプレイされています。あとそう、ショップがもともと銀行の一部だったので、すごい分厚い金庫が
奥にありますね。もともとハワイはサトウキビ農園の時代にいろんな移民、特に日本人がたくさん移住してきて、島の人口の4割以上も日本人が占めていた時代があったんですね。当時はハワイにも数十の酒造所がありまして、日本酒も作られていたのですが、1986年を最後にハワイで日本酒を作るところがなくなってしまいまして、アイランダー酒さんはその文化の復刻といいますか、ハワイにもう一度日本人が培った文化の花を咲かせるみたいなリバイバル感があって、歴史好きな方にはその部分もぜひ学んでハワイを感じてほしいなと思っております。あとハワイに旅行できて3日目あたりって和食食べたくなったりしませんか？日本人の場合ステーキとかロコモコとかパンケーキとかを食べ続けると結構しんどくなりやすいと思うので、そういう時にローカルの人たちに紛れて上質なお寿司をしっぽりみたいな楽しみ方をお勧めしております。現在手に入る分はなくなっちゃったら終わりなんですが、新たな酒造所をハワイ島のハプナのリゾートエリアに建設予定でして、あの辺は水と空気はもちろん、さらに木とかマナとかが超いいスピリチュアルな場所になりますし、そこでちょっとみんなが集まる地酒バー的なことをやりたいとのことなので、メディアの皆さんもぜひ取材してください。6戦目はコーラーディステラリートゥースでウイスキーを作っているところでして、先ほどの大江のワインと同じ系統の倉庫街のすぐ隣のエリアにあります。定休は火曜、ショップの営業は10時から17時となっております。ツアーズという言葉が店名になっていますが、水曜から土曜の間は11時半と1時半の1日2回ツアーとテイスティングができます。テイスティングと購入のみの場合はウォークインで行きますね。ツアーは人気のボトル1本とお土産にもおすすめのこちらの T シャツ、テイスティング用のグラスがついてくるプレミアパッケージと、ツアーのみの場合は20ドルで、現在は英語のみですが45分くらいのツアーをしてくれます。ここすみません、ちゃんとテイスティングやったらまあまあ酔っ払っちゃいまして、ここは結構お酒好きな方とか強い方と一緒に行かれることをお勧めします。オーナーさんはエリックさんとディルさんというお二人とも元海軍さんたちで、エリックさんがイラクに駐留していた時に現地で密造ウイスキーを作っている人たちを見て酒造りにすごい興味を持ちまして、退役した後、前に駐留したことがあったハワイでオリジナルのウイスキー作ろうよってことになり、2019年の2月から創業しております。すごく簡単に説明すると、ウイスキーって小麦とかトウモロコシとかの穀物を蒸留させたものでして、そもそもですがビールやウイスキーの原料になる小麦はハワイではほぼほぼ作られてないので、こちらでは4年もののケンタッキー産のバーボンにワイマナロで取れるトウモロコシをハワイの水で蒸留させたウイスキーをブレンドしております。そもそもハワイではトウモロコシもそんなに大量に作られていないので、まだまだ少量生産となっておりまして、徐々にハワイ濃度が 100% になるよう頑張ってますっていうね、応援したくなる感じの頑張りをしております。ストレートオンザロックとか大人の飲み方でもいいと思いますし、ハイボールとかでハワイ感を楽しむのもありだと思っておりまして、トウモロコシとかコーラウ山脈の綺麗な山でろ過されたハワイの水を使っておりまして、ほんのり甘みを感じながらも上品な香りが特徴だと思っております。こちらは立ち飲みスタイルなので、まあ余計に長居したりしないのがいいのかなと思っておりまして、カイルワとか東海岸線北上みたいな日にちょっと立ち寄ってお土産をゲットしてもいいのかなと思ったりします。ちなみにお酒が NG な方や女性と行く場合は、有名なハワイのマナーチョコレートさんとのコラボチョコもあるので、そのチョコレートとかお土産とかを楽しむのがいいかもと思ったりします。今回結構コアな感じの企画だと思うのですが、皆さんが旅行で1週間ハワイに行く場合、ハワイで食べるディナーとかってよく考えると4回しかなくって、その中でレストランで、まあアルコールとかじゃなくてもいいんですけど、地元の人が作ったドリンクとかも楽しめれば楽しみが倍になりますし、作った人の努力とか情熱とか自然精神が見えるのって他の YouTube やテレビとかであんまり見ないですし、コーディネーター的に媒体では出せない、皆さんにでも伝えたいっていうね、ドラマがあるんですね。なんかデートとかでお互いを知っていくっていう過程で、その人の良さとか普段見せないところとか頑張ってるところとかを知って好きになっていくプロセスとなんか似てる気がしておりまして、お酒作りを知るって人柄とかパッションとか人間臭さとか努力がめちゃくちゃにじみ出るので、このチャンネルを見てる皆さんにはそういうディープでエキサイティングなハワイを知ったり感じたりしてほしいなと思っております。7戦目はビアラボハワイです。ハワイ大学のすぐ近くのモイリリエリアにあります。この辺超ローカルタウンでして、結構こじんまりとした小さいお店が多い印象ですね。
学生さんも近くにたくさん住んでいるので、コスパが高いご飯が食べれるエリアでもあります。ビアラボさん、現在他にもワイピオとパールリッチにもあるのですが、ここが最初のショップ本店となっております。まず2ドル25からテイスティングができまして、こちらのグラスのホルダー可愛くないですか。ちょっと写真撮るの忘れちゃったんですが、映えると思います。本店はあまりフードメニューは多くないんですけど、こちらをセレクトした理由はですね、コスパ最強のテイクアウトができる作飯系、プレート系含めて結構美味しいレストランが近くにたくさんありまして、そういうところのフードを持ち込んで楽しめる、こちらも BYOF というスタイルとなっておりまして、友達同士とかでいろんなお店回ってはしごテイクアウト、はしごテイクアウトってなんだろう、ハンバーガーとかプレートランチとか買い集めて、ここでゆっくりビール飲むみたいな使い方がいいと思っております。日本でいうと都心とかで仕事を終えて、地元の駅の商店街の居酒屋で友達と一杯みたいな飾らない空気感がいい感じだと思っておりまして、俺はビールメーカーなんでみたいな本業に全振りする質実剛健さがいいなと思っております。最近はワイキキのレストランとかでロコモコとか20ドルとか超えちゃったりしてて、日本円でチップ入れると3000円超えてきたりしておりまして、久しぶりのハワイっていう方普通にビビると思います。バジェット派の方はこの BYOF の楽しみ方を考えてみてもいいかなと思います。営業は1時から22時で、日曜のみ7時までなので、ちょっと1軒目でがっつり食べた後に2軒目でビールだけ行こうよみたいな楽しみ方もできます。創業はこちら2016年からで、ニックさん、ケビンさん、デレックさんのローカルの日系人で立ち上げました。こちらはニックさんですね。もともとケビンさんが裏庭でビールを作っておりまして、友達とかにあげたりしてたんですね。ニックさんはもともとパールハーバーで船の整備とかをやっていたのですが、日曜とかに集まってビール作りをしていくうちに、インスタとか人づてで話題と人気がどんどん上がってきまして、じゃあビールのパブ作っちゃおうかと始めております。実験かける実験で美味しい個性的なビールを作ろうみたいなコンセプトで、ビールのラボという店名となっております。ハワイのビールも本当様々なスタイルのところがあって、結構トラディショナルなところも多いのですが、ここではエキサイティングで個性的なビールに出会えます。僕は個人的にヘイジー IPA がおすすめでして、最近入り始めたニューイングランドスタイルで挑戦が好きなここらしい IPA で、ボディがあるのに苦味が少ないので女性でも飲みやすい、ちょっとビールも試してみようかなっていう方におすすめです。あとここ数年ハワイでは流行っている昆布茶も作っておりまして、ハワイの昆布茶って発酵させるのでほのかに酸味がありまして、体にもいいですしおすすめです。ストロベリー餅とバラの花びらを加えた変わり種もあるので、遊び心を持ってローカルライクにラフな感じで楽しむのがいいと思っております。本店は自家製サラミのメルトサンドもおすすめなんですけど、近くのレストランの統合メニューとか集めて楽しみつつ、隣のテーブルのやつ美味しそう、それどこでゲットしたのとか、隣のテーブルの人たちとわちゃわちゃしながらローカルの夜に溶け込む感じが、ハワイ通感があって面白いのでおすすめです。8選目は花子アブリューイングカンパニーです。比較的最近できたカカアコにある酒造所&ビールバーとなっております。カカアコって今おしゃれな建物とか高級コンドミニアムとかカフェやブティック、最新レストランみたいな、とにかく年々すごい変わり方をしていますが、僕のイメージ、昔は車の整備工場とか小さなショップがあるちょっと日向エリアっていうイメージで、観光客の人たちがブラブラするのってここ7、8年ぐらいかなと思っております。こちらどっちかっていうとカカアコにちょっと観光とかデートとかの際にちらっと寄って、開放的な店内でビールをっていう感じでおすすめします。ビールとかのマイクロブリュワリーさんとかって料理はそんなに力入れてないよみたいなところが多いんですけど、ご飯は結構充実していて、日替わり含めて和洋折衷ローカル感のあるメニューが楽しめます。お客さんはほぼほぼローカルでして、たまに本土からのお客さんとかの情報収集力高めな人が来るみたいな印象ですね。平日の早い時間はキッズたちもいて、家族でのんびりとかカフェ的な使い方をしている人もいます。 Wi-Fi も使えますね。打ちっぱなし系の倉庫を改装して2階部分がある開放的な店内でして、昼間の撮影だったんですけど、夜は2階エリアで大人限定のバーエリアも楽しめます。こちら結構かっこいい暗めの雰囲気でして、夜にデートとかであえてビールじゃないカクテルとか楽しむのもおすすめです。もともとカカアコの空き倉庫を駐車場にするかみたいな話があった時に、オーナーさんがじゃあビール作りたいって始めたところでして、シンプルながら天井の高さを使ったところどころに感じるインテリアのセンス、手書きの黒板のマッチングがいい感じだと思っております。ここはシェフがいてフードのバリエーションとか
結構多くって、日替わり系もあるのでそういうのもおすすめですし、この日はハンバーガーとかサラダとか食べたんですけど、意外と豚骨ラーメンがうまかったりするし、まあカカアコのウォルアートとか行ってみたかったカフェとかショップとか楽しんだり、あとはダウンタウンとかで歴史観光とかした後にフラッと寄りたいロケーションでして、エアコンが効いた店内で一息つきつつ、ちょっとビール&ご飯みたいな使い方がおすすめです。大事なポイントとしまして、ハワイあるあるなんですけど、こちらエアコンが結構強いので、男性の皆さん女性をエスコートするとき何か羽織るものを準備した方がいいと思っております。ハワイのエアコンってめちゃくちゃ効いてるってハワイ通の方わかる方多いと思いますが、僕はハワイのバスに乗るときはバス用のジャケットを持っていきます。あと大事なことだと思ってるんですが、ハワイには酒類管理局って言えばいいのかな、リカーコミッションっていうシステムがありまして、お酒の卸を指定業者から格安で買いつつも結構な種類の販売税を取られるので、小さいブリュワリーとか元のコストを下げにくいところから買うってレストラン的に利幅の確保が難しくなりやすいんですね。なのでぶっちゃけどこでも買えますみたいなところの方が小さいメーカーさんよりコストと利益が見込みやすくなるので、販売コストも頑張りながらこだわって、あえて少量生産のどこどこのビール入れてますみたいなところって、うちの美味しいもの食べてその味とコンセプトに合うドリンクも楽しんでほしいっていう気概っていうか、食とドリンクを楽しんでもらいたいっていうね、飲食店と酒造メーカーさんのご縁みたいなものを僕は感じたりします。はい、最後9選目です。やっとワイキキです。ワイキキにあるけど拠点はマウイ島のビール会社のマウイブリューイングカンパニーです。思えばまああちこち紹介させていただいたんですけど、結構遠出と言いますか、ホテルから歩いて系がなかったですね。僕全部の島プライベートでもお仕事でも行っておりますが、マウイに行った時にいつも楽しみにしていたビール工場兼フードが騎兵にあったんですけど、そちらのブランドがワイキキでビールのレストランをしております。ここは割と早い段階から卸もそうですし、生産量もどんどん伸ばしておりまして、ハワイで作られていながら結構幅広いレストランに置いてある印象です。酒造所って特に規模が小さくなると皆さんが多分びっくりするくらい薄い利益率でして、どんどん大きく伸ばしていくのが基地、バドワイザーとかコロナを目指せみたいな業界の印象なんですけど、ここは結構伸びたなと思っております。営業時間は基本無休で11時半から夜の10時ぐらいとなっておりまして、平日限定の3時半から4時半のハッピーアワーとしておすすめいたします。昼間買い物とかビーチとかアクティビティも忙しくって、夜はガイドブックで見たどこどこのレストランに予約を入れてみたいな人とか、夜はディナーショーとか楽しみにしていることがそれぞれあると思いますので、その前に軽くコスパよくみたいな感じがいいと思っております。ドリンクはハッピーアワーでビール全部2ドルオフになっておりまして、フードも一部が半額になっており、10ドルのピザとかもありまして、ここの一番のおすすめのビキニブロンドのラガーとか、あと最近アメリカの健康ブームで今流行ってきているセルツァーとか、これちょっとスプライトとか炭酸水みたいですけど、サトウキビと水フルーツを使ったカロリーがだいぶ低いドリンクをビールはちょっとっていう人は、開放的でアメリカンな空気の中で楽しむのがおすすめです。ほぼほぼフルーツ炭酸って感じで、お酒臭さが全くわからないレベルだと思っております。日替わりでローカルアーティストの生ライブもありまして、曲とか音楽の趣味とかこの辺は好みが分かれると思うんですけど、アメリカで流行ってるというか鉄板の曲とかもありまして、こちらも日が高いうちにアメリカを感じるのがおすすめです。アメリカあるあるなのですが、夜になると人が集まる場所は結構ガヤガヤするので、この辺は好みもあるかもしれないですね。確か英語って日本語よりも周波数が高いらしくって、英語は2000だったかな、日本語は1500ぐらいで、たくさんの人で賑わってる環境って、その普段聞き慣れている音の差が日本人にとって雑音に聞こえやすいらしくって、特に大人の女性と一緒に行く場合はガヤガヤしてて賑わってる感じ大丈夫とか、行く前にちょっと聞いてみてもいいかもしれないと思っております。何よりワイキキなので軽くアペタイザーとかお酒とかたしなんだ後、お好みのレストランに行ったり、涼しくなり始めたワイキキをブラブラする感じもおすすめですし、ホテルも近いのでフラッとその後に買い物とかして安定のハワイの過ごし方をしてみてもいいのかなと思っております。先ほど説明した通り、ハワイの物価が結構上がっておりまして、ヨーロッパの人たちとか結構休み長い人たちはコスパ高いハワイの過ごし方を熟知しておりまして、今後日本の皆さんにもハッピーアワーとか BYOF とか
コスパ高いながら贅沢なハワイ時間が過ごせる特集とか組んでみたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録して応援してくれたら嬉しいです。皆さん、今回はちょっと長めでディープな企画でしたが、最後まで見てくれてありがとうございました。次回のハワイがエキサイティングになることを祈りつつ、皆さんの参考になったら幸いです。 DJ でした。マハロです。